皆さんいかがお過ごしですか。福島恵美です。今日の熊本市政だよりテレビ版は生活安全課からのお知らせです。熊本市客引き行為等禁止に関する条例が今年の4月1日から全面施行されます。この条例は市民観光客などの安全と安心の確保と拠点都市としてのにぎわいの維持と向上を目的としていて、心豊かに暮らせる上質な街づくりを目指して施行するものです。規制対象となる行為は大きく3つあります。1つ目は客引き行為、客待ち行為、2つ目は勧誘行為、勧誘待ち行為、3つ目は客引き行為、勧誘行為を用いた営業です。客引き行為とは相手を特定して立ちふさがる、追随する、呼びかけるなどして客となるよう誘う行為です。客待ち行為は客引き行為をしようと通行人を待ち受ける行為です。勧誘行為はいわゆるスカウト行為であり、アダルトビデオへの出演や風俗店で働くよう勧誘する行為です。勧誘待ち行為は勧誘行為をしようと通行人を待ち受ける行為です。この条例ではこれらの行為をすることとさせることが禁止されます。また客引き行為を受けた客を店舗へ受け入れる行為や、勧誘行為を受けた人を店舗などで仕事に従事させる行為が違反となります。違反行為者や店舗などに対しては指導、警告、命令の措置を行い、命令に応じない場合は5万円以下の過料を科すとともに熊本市のホームページなどで公表します。なお客引き行為等禁止地区は上通り周辺から下通り周辺、新市街周辺など中心商店街の範囲となります。詳しくは熊本市生活安全課096-328-2397へお問い合わせください。熊本市政だよりテレビ版、次回の放送は3月1日です。ぜひご覧ください。